理解賞は、韓国の政治家。本願は、全州理事。カトリック教徒で、洗礼名はオラフ。郷は、シソール大学広報学部を卒業後、弁護士や最高裁判事等を経て、金四三政権下で、監査委員長に抜擢され、汚職の摘発に拉致を、振るい、ついで国務総理に就任する。国務総理を務めていた1994年4月には、総理の役割、 権限をめぐる問題で大統領と対立し、辞任、広骨官ぶりを発揮したと言われた。1996年4月の総選挙において、金四三政権の与党、新韓国党より立候補、国会議員に初当選した。翌1997年末の大統領選挙に、新韓国党の後継政党である、半奈良党公認で出馬するものの、 当時の与党系の陣営が分裂したこと、アジア通貨危機が発生したこと、当時の与党であるハンナラ党の候補であったこと、さらに二人の息子が不当に兵役を逃れていたというスキャンダルが持ち上がったことが逆風となり、投票直前に支持率が10%台にまで急落し、わずか40万票差で近大中に敗北した。落選後は農作業に参加したり、 清掃奉仕に取り組んだりと、それまでの冷徹なイメージを払拭するための活動に取り組み、2002年末の大統領選挙にも引き続き、挑戦して終始リードするも、同年6月の地方選挙で惨敗して、理解賞体制論に脅威を感じた民主党は、ブローカー金大業を頼った。金太業が、半奈良党の理解賞候補の息子の関係者が、 兵役問題隠蔽のための対策会議を開催したなどの嘘をマスコミに流した。秋、宮井議員は金を勇敢な市民と言い、牧陽主議員は兵役不正だけは抜本的に根絶しなければならないと信念を持つ擬人と称えた。金の嘘を KBS など主要報道機関が連日大きく報道したことにより、それまで支持率1位だった。 理解症候補の支持率が12%も急落した。大統領選の2ヶ月前に検察は、中間捜査結果にて、金代行の主張がほとんど事実無根だと明らかにした。しかし、金代行は逃亡して姿を隠し、検察は通報者である金代行を司法処理できないと手を引いた。真実は消え、人々の脳裏には、兵役不正というキーワードだけ残った。 投票当日に、ロブゲンに逆転を許し、僅差で敗れた。ロブゲン候補取りの得票率の差は2.3ポイントだった。これは、金代行平風事件と言われている。金代行は2008年1月に、ロブゲン政権の年末斜面の対象から除外されると、記者たちに、ロブゲン大統領の側近に裏切られた。近々彼らの行動と実情を暴露すると話した。そして、 2002年の大統領選で私を議人と呼んだ側近たちが私にどんな話をしたのか、どのように政権を獲得したのか、さらに私にどのような権力の葉を振りかざしたのか、はっきり知るべきだと、平和が民主党企画のネガティブキャンペーンであると、ほのめかした。2度にわたる大統領選敗北によって、 大統領候補としての地位はついえたかに見えたが、2007年選挙を直前に控え、独創体制と言われていたハンナラ党、リ昭キヒロ候補に様々な疑惑が紛失する中、11月7日に、保守刑務所属での出馬を正式表明。しかし、結果的には、リ昭キヒロに大差をつけられて敗北した。2008年2月1日に決闘された、自由先進党の初代総裁に就任。 同年4月の総選挙で、先進党は18議席を獲得。彼自身も中世南道工場軍、霊山軍選挙区で当選した。その後、李海将総裁の党運営に対して、不満を抱いた、元中世南道知事で、同地域に強い政治基盤を有している、陳太平代表が2009年8月に離党を表明、創造韓国党と国会内で構成していた。 院内交渉団体、自由と先進の集いが、交渉団体資格を喪失する事態となった。そして翌2010年6月2日に行われた、全国同時地方選挙で、先進党が敗北した責任を取る形で、党代表の座を辞任することを8日に表明したが、清掃試験設計画の国会採決が控えている。中で、これ以上代表職を空席にしておくわけにはいかないと。 そして17日に党務に復帰した。2011年5月9日、国会で行われた党最高委員会議で党の変化のためとして代表を支持属以降を表明した。また来年の総選挙に向け、2009年に先進党を離党した陳太平率いる国民中心連合と党合併に乗り出す意思も合わせて表明した。2011年11月21日には、 総選挙への不出馬を表明し、選挙後の2012年5月20日、同月末に行われる全党大会で、透明解消が行われる前に、先進党を離党することを表明した。同年12月に行われる大統領選挙を目前にした11月24日、与党、セヌリ党へ入党し、同党候補である僕ネ支持を表明した。二千十七年一月十六日、 セヌリ党を離党し、大統領選挙への出馬を表明していた正しい、政党の留章を支持することを宣言して正しい、政党に入党した。ありがとうございます。